おはようございます。2015年12月17日木曜日、6時5分になりました。おはようございます。今朝は結構冷えてきましたね。でも今日はこれからどんどんなんか寒くなっていくみたいなんですけど、昨日そんなに思ったほど冷え込まなかったみたいですけども、今日明日はかなり、平年並みとは言っても平年並みですけれども冷えるということなんです。くれぐれも服装とかね、本当はその昼間とね、その朝晩の寒暖差が激しいと本当その服装どうしていいのかよくわからないような状態になっちゃいますけども、さて、今日はですね、IT メディアから久々にこういうニュースですが、ビットコイン関係ですけども、ブロックチェーン実験環境を一般向けに無料提供、さくらインターネットということで、ブロックチェーンって何のこっちゃいなという方も多いかと思いますが、ブロックチェーンっていうのは、これね、ビットコインのその中の技術なんですけれども、そのビットコインがなんですごいのかっていうと、そのビットコインのやり取りですよね、誰と誰とこう取引したっていう記録をどう残すのかっていうその仕組みがですね、実にその巧妙にというか、インターネット上にこう残すことができるようになってるんですね。でもってそのインターネット上で残すっていうことができるので、誰でもその取引の履歴を見ることができる。要はどの、ただ誰かっていう名前はね公開されてないんですけども、どのアカウントからどのアカウントに、何ビットコイン動いたかっていうのが全部こう公開されてるんですね。でその取引台帳みたいなのをブロックチェーンっていう言い方をするんですけども、でそれがですねどんどんこうネット上に追加されていって、でいろんな取引が全部、要はだから最初にあったビットコインがそのどの人の手に渡って、またそこからどう渡っていったとか、でまた1ビットコイン、例えば10ビットコインあったとしたら5ビットコインはこの人とこの人のところに行ったとかっていうのが全部たどれるようになってるんですね。でそれが誰の目にも触れる、誰でも見ることができるという形になっているからこそ、そこでの信頼性っていうのがすごく担保されている。で、さらにですね、面白いのは、当然そのネット上で同時にいろんな取引が起きたりとかすることとか、あと場合によっちゃ改ざんされること、改ざんするのがね非常に難しいんですけども、改ざんとか、あと場合によってはそのデータがおかしくなることだってありうるんですよね。でところがこの取引台帳はですね、たった一つあるんではなくって、ここがですね P2P 型の面白いところで、いろんなところにコピーがあるわけですね。で世界中に大量にコピーがあって、で何かこうトラブった時に、その矛盾が生じた時にはそこで多数決を行うと。でその多数決を行った時に正しい、要は数の多い方を正しいとして、そっちの取引台帳のデータに全部統一するというようなやり方をしてるんですね。それがビットコインの正体というか、非常にいい基本になるテクノロジーになっていて、これがですね本当そのインターネットならではの仕組みになっていて、さらにですねその、なんていうのかな、数学的にもそれをしっかりとこう立証できるようになっている。でテクノロジーとして、もう構築されているというところがですね、非常によくできているからこそ、ビットコインというのはものすごくその話題になったわけですね。その技術的なところがよくわからないとですね、日本では取引所が倒産して何十億だか損失消えたとかいう話になって、そっちばっかりがこうクローズアップされちゃったんで、一体何がどうなのかって、そんななんか怪しげな仮想通貨みたいなものがあるという認識しかこうねなかったんですけど、実はその裏付けになっている技術はすごく面白いテクノロジーで、本当に今後いろんなところで特に取引とかですね、その
余信というか信用をどう担保するのか、ネット上でどう担保するのかっていうところでは本当注目されてる技術なんですね。であんまり大きくは報道されてないんですけれども、日本の金融機関なんかもこのブロックチェーンとかすごく研究していて、今後のいろんな海外、特に海外との取引とかそういったものにこれを応用できないかとかですね、あるいは単にお金だけではなくって債券のやり取りですね、そういったものまでこういうもので、やり取りするとか契約書とかですね、そういったものもそういうデータの信用性をどう取るのかっていうのでブロックチェーンを利用しようとするような動きもあります。実はこれ世界的にはいろんな注目をされている技術なので、本当その、これがですね、その桜インターネットが無償提供するって実験環境、これは非常に面白いことになるんじゃないかなという気がします。でただ確かですね、来年の6月ぐらいまでかな、なんか無料提供をしていて、でそれ以降は有料になるということなんですけど、まあそれまでの間にね、いろんな実験をすることによって今まで考えてなかったような利用の仕方、特にその本当取引っていうね、全くお互い顔も知らない第三者がネットだけでこう取引を完結させる中での信頼性っていうのをどう担保するのかっていうのに一つのこれ面白いやり方かなと。で、これのねブロックチェーンなんかでいろんなことを話をしてた中で、例えば面白いのとしてレンタカーのねやり取りなんかもこういうブロックチェーンの技術を使うとですね、今誰が借りてるとかっていうのが明確に分かるようになると。でそうすることによってそのダブルブッキングしたりとかですね、そういったこと、カーシェアとかありますよね、そういうのもダブルブッキングしないようにこうねコントロールできたりとか、いろんなそういうことに応用できるので、なかなかね面白い仕掛け、しかもそのインターネットがあればその技術というかシステムって言ったらいいのかな、だけでこう動くので人手が全く介在しないというところも非常に大きい特徴なんですね。でだから今後本当にそのネットが広がれば広がるほどこの技術の重要性っていうのがますます認識されていくというか必要になってくるというか、そういうもんじゃないかなという気がします。さて、もう6時15分になりました。今日木曜日なんで昨日の水曜日の夜にはオープンになっている週間 IT トレンド X ですね、毎週水曜日配信されてるんですけれども、そちらの方もまた聞いていただければなというふうに思います。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。